皆さんこんにちは、キスケです。本日は人造人間パーティー使いながら PVP 回っていこうと思うんですけど、お相手のパーティーは未来パーティーと対戦お願いします。やっていきましょう。まあね、最近のレジェンズといえば、まあ、人造人間の強化に入ってるっていう形ではあるんやけど、まあ、実際どうなの人造人間って実際どうよね。そんなじゃね、正直。なんか悪の系譜ほどの圧倒的バフ感は、まあ、正直ない。うん、まあどっちかというと、その17号18号が実装されたことによって未来パーティーとかが強くなったよね。未来パーティーが強っ。ガンマ2号どうしたこいつ張り切りすぎじゃない？結局人造人間パーティーが強くなったんじゃなくて、未来パーティーが強くなっただけっていう、すごい悲しい状況になってるっていう感じやね。そのセルもさ、ユニークフラグメントで追加されて、ユニークフラグメントが追加されて、なんかね、よし、強くはなったけど、結局未来パーティーで使った方が強いみたいなね。どうなのかなとは思うけどな、正直。あざっす。あざっす。やべ、最悪ミスった。ブッパー。密着ブッパか。一応ドラゴンボール破棄しとこう。で、17号、18号、実装された時、思っとったんですよね。これ、人造人間じゃなくて、結局未来強なっただけじゃねみたいな。って思ったんやけど、ガンマ1号ガンマ2号が追加されて結構戦えるようになったんじゃない？どうなの人造人間大好きクラブは。どうなんでしょうかね。あー、ライジングくせー、やらかしたー。やらかし。あざっす。ほい、くらえバースト。はい、どうする。あ、落ちちゃったか落ちちゃったか。ほい、あざっす。ライジング形勢逆転、ライジングゲーオツライジングゲーオツ。まあ今使ってみた感じだと、その新キャラと、まあ、セル一緒に使えば、まあ、人造人間パーティー強いなとは思うんやけど、どうなのかな。結局流行ってんのってさ、赤紫染めみたいなさ、パーティーあるやん。あれが流行ってるだけで、人造人間パーティーが全然流行ってないっていう悲しき事態陥ってます。あざす。対戦ありがとうございました。そうなんだ、開けない幕切れだった。さあ、マッチングしました。これよ。これこれこれ。赤紫染め。まあ、紫はちょっとあれやけど、セルとかバドス、バドスじゃないか。ウィス。にしてる人多いけど、赤紫染めが流行ってるだけで、人造がそこまで流行ってるとは思えないんだよな。どうなのかね。入る入る、返されるこれはしゃあないな。うん、くらえ。残念。ラッキー。コミカルパンチ強え。強くね。相手の悟空ベジータ貫突じゃなかった？マジ強いんやけど。はい、ラッキー。これでかいわ、マジで。超絶ありがとう。信じてくれてありがとう。はい、どうや。あざっす。
何が足らないんでしょうね、人造人間。俺が知らんだけで普通に強いのかもしれんけどさ。くしゃみ出そう。ああ、失礼。未来パーティーもそう考えると強くなったよな、ようやく。受けキャラがいないんですよね、人造。まあでも今の環境って結局受けキャラいらんちゃいらんよね。なんか中途半端な踏ん張りキャラクターとかやったらさ、ね、17号18号とかフルパワーフリーザに駆られるだけやから、まあいらんちゃいらんし、どうなのかなその辺は。受けキャラ採用してない人結構多いよね。おー、危ね。よし、こんにちは。ふんだんに圧をドローさせてもらおう。マジ強え、マジで強い。落ちるっしょ。さあラスト、危ない。まだメイン残ってんのか。びっくりマークは射撃でしょう。おい、いやーこれ落ちるかな、厳しそうやな。まあでもガンマ2号で必殺圧打っちゃうか。いやギリ耐えそう。はい、落とせ。ダーン。あー惜しい、マジかよ。バニシングなくなるとこやったわ。オッケー、なんかに合わせよう。オッケー、びっくりマーク、ナイス。これは撃つしかなかったな。対戦ありがとうございました。さあマッチングしました、対戦やっていきましょう。お願いします。まあ上3体でいっかこれ。はい、お願いします。上3体で戦ったら普通に強いんだよな。まあだからここにガンマ1号採用されて、まあ普通に突追えば、まあそこそこバランスのいいパーティーにはなんのかなとは思うんやけど、正直本番はまだだ、まだだと思うんですよね僕。おそらく映画に登場するであろう何かが来ると思う、人造人間パーティーに。おそらくね、そんな気がする。どうかな、あざっす。はい、よいしょ、よけてみろよ。17号好きなんやけどな俺。突追ってもいいけどな。はい、これでクリティカル発生率 25% アップやからな。あ、これで 50% アップ、やばくない。ガンマ2号普通に強い気するんだよな。ガンマ1号はどうなんやろ、使ってみたら強いのかな、わからんなその辺。あ、まだあんのか。体力バーの下にさ、交代特殊カウチェン向こうのマークがなかったから行っちゃったよ。ナイス。まあ強くなったことは確かやね、人造人間パーティー。環境でめちゃくちゃ流行るのかって聞かれると、悪の系譜ほどではないかなって思うな。ただ17号18号のパワーは凄まじいよ。マジでベラボーに強いと思うよ。強え、ガンマ2号。強っ、クリティカルやばすぎ。強かったけど僕の実力には残念ながら及ばないようだな。さあマッチングしました、青紫染め。スーパーサイヤ人方式で来るか。まあ初手17、18で行って早急にチェンジアビリティ貯めよう。先手取られたら嫌やけど、これ言っちゃうと先手取られるんだよな。よし、あざーす。いや、うまい。
出てきそう。はい、溜まった。オッケー。さあ油断できるのもそのうちやぞ。そこまでやぞ。はい、よし、ギリギリ、ナイス、外す、よしナイス。まあなんか出てきそうやったからね。くらえ、あー打撃か。クリティカル発生率上がってるよ、強いガンマ2号マジ強いかも普通に強い。あー、おーラッキー、いいね、辛いね。あーでもこれキャラチェンしてとどめさそう。はい、バニシングないんでメインで見て、時間稼いでくれるならありがたいぞ。よし、ありがたい。通常で止めて、はい、怖い怖すぎ。うわマジかよこいつ、提案でいい。いやライジング打たれたらちょっと嫌なんでなんなんこいつ、よくわかりません。多分落ちひんと思うけどなこれ、究極込みで。おそらくライジング溜まってるけど打たへんもんね、なんでや知らんけど。耐えろ、よし。わあギリギリ、危ねえ。ここでキャラチェンすんのか、ありがたいけどね。交代禁止どっか行くの。はい、ライジング、さあこれでラスト、いいよ、強いんじゃね普通に戦えてんな。まあ一気に強くなったよな人造人間も。まあでも環境で流行るほどではないんだよな。これでドラゴンボールパクれてるから終わりじゃね。オッケー、対戦ありがとうございました。やっぱり大したことないな。期待しちゃいなかったけどね